えー、iPhone を使っていらっしゃる方、iPhone を使っていらっしゃる方で、えー、パスワードロックをかけていらっしゃる方、そのパスワードロックをご家族ですとか周りの方に共有していない方、そんなあなたに必要な書籍となっております。こちらですね、デジタル遺品の探し方、しまい方、残し方、プラス隠し方、ぜひお買い求めいただけたらと思います。はい。えー、まあ、デジタル遺品なんですけども、あのー、そこまで怖いものじゃないと思います。 等身大で怖がるっていうのが大切かなと思います。等身大で怖がるためにこちらの本ぜひお買い求めください。よろしくお願いします。